今回ショーが一番なんですけど、20分の作品を、まあ、一ダンサーとして集中してできる環境ってやっぱり日本にはなかなかない。それでましてや海外で、なんか国も違うから育ち方も違うし、バックボーンも違うし、年齢も違う、そういうただ人っていうだけのつながりでこうやって出会うことができて、で、まあ、会話できたりとか話せたりとか、もちろんダンスを通してそれができるっていう、本当にそれが素晴らしいなって思いますし、人とのつながりが本当にもう楽しくて仕方がない。まあ、今回携帯とか SNS 依存について、まあ、人と人とのつながりを大切にっていう作品なんですけど、ビエンちゃんの方は結構持ってる、で持って歩いてる子もいるっていうことで、今回はモバイルを実際持って舞台上に上がりました。踊りで伝えるんですけど、もう心を伝えるっていう、そこが私たちの一番大切にしてるところですね。まあ、他の国とかとも一緒に、その国の人と私たちと一緒に、私たちがこだわっている美意識であったりとか、間であったりとか、そういう日本の持ってる良さとその国の良さをミクスチャーできて、一つの作品を作れたらいいなと思います。รู้สึกแบบไรเนาะที่ว่าได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็รู้สึกว่าเป็นการดีที่ว่าให้คนลาวนั้นได้เห็นกว้างขึ้นโดยเฉพาะตัวน้องเองได้เห็นความสามารถของเพิ่นแล้วก็เห็นความตั้งใจของเพิ่นก็เป็นแบบอย่างที่ดีเนาะบ่ว่าจะเป็นน้องเองแล้วก็วัยหนุ่มลาวซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถเป็นอาชีพได้ในต่อไปสําหรับนุชเองก็จะสามารถพัฒนา